イスラエル軍は5日、レバノンへの地上侵攻後、地上戦や空爆などで新イラン民兵組織ヒズボラの戦闘員らおよそ440人を殺害したと明らかにしました。イスラエルとヒズボラの戦闘は一層激しさを増しています。イスラエル軍のハガリ報道官は、先月30日のレバノンへの地上侵攻を開始以降、シイラン民兵組織ヒズボラの司令官30人を含む 戦闘員およそ440人を殺害したと発表しましたイスラエルのネタニヤフ首相は戦果を誇示した上でまだ脅威を排除していないと主張し攻勢を強める方針を改めて強調しましたこうした中パレスチナ地区ガザでイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が始まってから7日で1年となるのを前に世界各地で5日戦闘反対を訴えるデモが開かれました